E85 はエチルアルコールを85%含むアルコール燃料。エチルアルコールを85%、ガソリンを15%含む。従来のガソリン車には使用できないが、フォード、ゼネラルモーターズ、ダイムラー、マツダ等各社から販売されるフレックス燃料車に利用されている。1リットルのガソリンのエネルギーは1.4リットルの E85 のエネルギーに相当する。 またバイオマスエタノールは E85 のような代替燃料としてだけではなくガソリン20%プラスすることで燃焼剤としても利用されている。特にメチルタートブチルエーテルが水質汚染の元凶となるため規制されバイオマスエタノールが原料のエチルタートブチルエーテルがガソリン添加剤としても使用される例がある。 トウモロコシ等の穀物由来のバイオマスエタノールはカーボンニュートラルであるとされるものの栽培、収穫などの工程で農業用の機械を使用したり発酵の過程でもエネルギーを消費することも考慮する必要がある近年は非加食の原料から製造されるセルロシックエタノールも開発が進められるエネルギー省が公式スポンサーとなってフレックス燃料車の普及も進められる また、開発途上国では、地産地消により、産油国から石油の輸入を減らすことが期待される。2012年以降は、インディカーシリーズでも使用される。寒迎地では、エンジンの始動が困難になるのでガソリンを供給する、タンクを備える場合が多い。なお、日本国内では、平成15年に施行された、気発油等の品質の確保等に関する法律の改正により、 国内での販売が禁止されている。ありがとうございます。